はい、皆さんこんにちは、田中一平です。それではですね、今回はですね、古墳時代後期の東アジア情勢、特に朝鮮半島情勢についてですね、詳しく説明をしていきたいというふうに思います。で、ここから説明する内容はですね、受験ではほとんど出ません。ですので結論だけが分かってればいいですから、この動画を見てるってことは、その経過に興味があるんだという人限定ということになりますので、まずその点はご承知くださいということですね。テキストに関してはですね、3ページのところもご覧ください。6世紀の朝鮮半島、新羅の大国化、茅の滅亡というところの、その詳しい経過説明 QR コードの授業動画を参照と、多分ここ叩いた人が今この動画を見てるということになります。で、まず一番のところなんですけど、475年高句麗が百済に大勝しというふうに書かれています。まず高句麗が百済に攻め込んで北半分を取りましたですね。ここをだから取りましたと、はい、いうことになります。これが一番ということですね。ちなみにね、この475年の時に、これ百済国王は討ち死にしてます。この状況にあったんで、478年倭王部は南朝の宋に使者を派遣したと思われるんです。だから百済が危機的な状況にあると、その状況の下でこれを何とかしなきゃいけないというふうに倭が動いてたというふうに抑えてもらえるといいのかなと、いうふうに思います。で、こういう状況の下で朝鮮半島情勢が大きく動くんですね。その朝鮮半島情勢が大きく動くっていうのは2番なんですけど、百済と新羅が手を組みます。つまり今まで新羅っていうのは比較的高句麗寄りだったわけですけれども、 C が B と手を組む。なんでかっていうと、それをしないともう百済がやられてしまうと、高句麗によって。で、もしここが全部高句麗のものになってしまったら、他の2つももう対抗のしようがなくなるというところなんですね。なのでここで分かっておいてほしいっていうところなんですけども、その後のところですね、高句麗に対抗というふうに書きました。つまり A vs BC ということですね。で、この状況になるとさすがの高句麗も、これ以上勢力は拡大できないみたいな状況になると、いうことですね。で、一方をこうした状況と並行してですね、この B と C は茅に勢力を拡大しようとします。で、ここの具体例で一つ、入試に出ることといえば、大和政権がですね、美麻那を百済に譲ると、割譲とかっていうふうに書いてあるんですけども、これ日本書紀に記録があるんですね。で、しかもそれを割譲を主導したのが大友の金村と呼ばれる人物で、で、後に、この責任を取ってですね、大友氏っていうのは、この大友金村ですけれども、失脚を余儀なくされたんだみたいなことが早慶だったら入試で出るんですけど、で、この美麻那を百済に割譲っていうふうに日本書紀では書いてある。で、それをそのまま読むと、美麻那っていうのは日本の領土だった、和の領土だったんだけど、大和政権がそれを百済に譲ることを認めたみたいに読めるんですけど、おそらくこれは、美麻那っていうのが大和政権と関係が深い小国だったんだけども、そこを百済が支配することを認めたぐらいのニュアンスで理解してもらうといいかなと、いうふうに思いますね。だからこれは山川の小説日本史探究にもはっきり書いてある話なんですが、茅には新羅だけではなくて百済も進出してたっていうことですね。いや、何が言いたいかっていうと、最終的にこの新羅の茅への進出によって茅は562年に滅亡するわけですけれど、ただだからといって新羅だけが進出してたわけではない、百済も進出してたんだよと、いうことですね。で、これは和歌山が鉄が取れますんでね、その地域を支配することによって自分の国の力を強くしようというふうに考えたぐらいに思ってもらえるといいんじゃないかなと、いうふうに思います。さあ、じゃあこの A vs BC ですね、この状況はどっちが有利なんですかっていうことになると、これは基本的にですね、 B と C の方が有利と、いう状況になります。なので4番なんですけど、 BC がですね、この1番で占領した地域を取り返します。だからここの1番、この地域を百済と新羅が取り返したと、いうことになるわけですね。で、そうすると、じゃあこの取り返した旧百済領は B と C で取り返したわけですね。どっちのものになるんですかっていうところで、 B はもともと自分の領土なんだからっていうふうに当然言って、自分のものだっていうふうに言いますし、一方これ取り返す時に主導したのは新羅の方だっていうのは、これなんとなくわかると思うんですよ。で、そうなってくると、なんで俺が頑張って取り返したのに、なんで百済のものになるんだよっていうことになりますから、この旧百済領をめぐって B vs C になると、いうことなんですね。で、だから最終的にここの、4番で取り返したところっていうのは、最終的にどっちが勝ちますかっていうと、もうこれはわかると思うんですよ。新羅の方が力が強いですから、新羅のものになりますよと、
まあ、いうことなんですね。で、受験日本史になるべく関係する話をすると5番のところ、これが百済が、まあ、負けて新羅が勝つんですけれども、この時も百済は和に救援を要請してます。で、実はこの救援要請の一環として、まあ、つまり6世紀に入ってここを取り返すとか、例えばその取り返した後に、まあ、百済と新羅がその領土をめぐって争ってます、で助けてくださいという、こういうずっと、まあ、6世紀も基本的に朝鮮半島っていうのは戦乱が続くわけですけれども、こういった中で百済から和に対して救援の見返りとして仏教や儒教が伝わったみたいですね。伝わった順番で書くと儒教、そして仏教が伝来した、この順で書いた方がいいですね。で、まずこういうふうに押さえておくと、儒教とか仏教っていうのが伝来したのが6世紀の前半であると、まあ、いうのは分かると思います。で、あとはまあこれは赤のテキストとかで、まあ、皆さん覚えてるというふうに思うんですけれども、この仏教が伝来したことについて、まあ、これを仏教公伝というふうに言うんですけれども、2つの説があると、まあ、いうことなんですね。538年説と552年説があると。で、いずれにせよこの仏教公伝の時の百済国王っていうのが清明王であると、そして伝わった側の和は欽明天皇であると、まあ、ここら辺は西暦年とともに覚えていかなければいけないんですけれども、実はこの百済の清明王っていうのはそういうふうに新羅との争いを抱えていたとか、高句麗から自分たちの領土を取り返さなきゃいけないという中でずっと戦争を続けてたということなんですね。まあ、ちなみに新羅と百済がこの旧百済領をめぐって争って、実は打ち入りしてます、まあ、だから最終的に新羅が勝利するんですけどね。ということで結局どうなったかっていうと、まあ、こうなるわけです。これが6世紀最終的に新羅が大国化が終わった段階での朝鮮半島の状況と、まあ、いうことになります。新羅が旧百済領を占領する、それから茅を支配下に置いたということですね。よろしいでしょうか。以上、まあ、そういうような経過を踏まえて結果のところですね。新羅の大国化、それから茅を滅ぼされた和と茅を滅ぼした新羅の関係が悪化というのと、まあ、もうこの説明聞けばね、分かりますよね。百済と新羅が対立してますから、まあ、両者が関係が悪いのは分かるでしょということですし、影響のところですね、仏教や儒教、これが日本に伝来したということもですね、背景が分かるんじゃないかなというふうに思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回からも分かりやすい授業の動画を配信していきたいというふうに思っています。お見逃しにならないようにチャンネル登録、それからベルマークのクリックをよろしくお願いします。また、いいねボタンのクリックもよろしくお願いします。授業の感想やメッセージなどがありましたら、コメント欄の方にぜひお寄せください。それではまた次の授業でお会いしましょう。さようなら。